Du ergilst. Zuhört, Samurai. またせてしまったな。 もうどこにも逃げられません。 全ての道が猛虎の手の内です。 道で捕まったのか。 はい。 奴ら道沿いに 野営を敷いて 待ち伏せてます。 奴らを退けるまでどこかに隠れておれ。 だが他の僧がおらぬな。立ちについての御用があればお役に立ちましょう。 酒井様。ノリオ、他の僧はどこだ。村の薬師を訓練するため杉寺から来てくれたのですが、猛虎にさらわれたのです。村は無事なのか。方針が猛虎に従ったおかげで、抗う者は殺し従う者に褒美を、奴らのやり口だ。手向かえばよかったものを。村のためを思ったのだろう。 いずれ猛虎は戻る。ただ時を延ばしたにすぎません。そのために我らがおるのだ。 どこへ行ったか分かるか。 茶畑の向こうへ行きました。 足跡をたどるぞ。 仲間を無事でしょうか。治療ができるのならば生かしておくはずだ。猛虎は道理が気に召すようなものですよ。加えました。どうぞ。
役立つはずです。どうかそれで勝利を。助かった。どうかご自愛ください。ここを通って茶畑の方へ。調べてみよう。酒井様、見つけました。沼の方へ行ったか。よし、方針とは長い付き合いのようだな。争わぬようにと兄をいさめてくれました。兄は狼藉者か。いえ、でも怖いもの知らずでした。幼い頃、私はよくからかわれておりまして。大昔の話のようだな。それはもう大昔。ある時、袋詰めにされ木へ吊るされそうになったところを、兄が鬼のふりをして皆を追い払いました。おかげでそれっきり。大した男ではないか。方針曰く、僧兵は怒りに駆られていると。ですが私の薙刀は少ない犠牲で多くを救うもの。そこに怒りはありません。
いました。お主は残れ、ソーラが捕まらぬようにな。されるだけです。ここです。やめろ、やめろ。動くな。欲しいものがある。蘇ったという侍はあなたか。方針はおるか。方針？いいえ。ですが、取り逃した僧を猛虎が追っております。直に戻りましょう。酒井様、猛虎が来ます。ノリオ、生きていたか。お主ら下がっておれ。皆無事か。怪我人はおりません。方針は？他の猛虎が連れて行った。ノリオ、奴ら方針のことや杉寺の名を知っていたぞ。酒井様、なぜ方針だけは別に？腕利きの屈指ゆえに使い出があるのだろう。口さかしいからかも。猛虎を怒らせたと？方針ならばありえます。そう答えをせくな。まず行き先を突き止めねば。では私が調べておきましょう。赤島の村で会おう。あまり気をもむな。Thank you.
き屋に。お侍様、菅笠衆がクバラで行商を襲ったとか。恥知らずの裏切り者め、罪のない民まで狙うとは何事だ。赤島の近くにある宿に家族がいます。無事だといいのですが。宿を探し、裏切り者を始末しよう。血の鎧は猛虎の武器にも負けません。また来よう。本土に渡る航路を見つけた若たちがいるらしい。こうした戦の最中では、神に助けを求めてはいかがでしょう。社は鳥居の向こうにあります。頼みを聞き入れてくださると良いのだがな。聞いていらっしゃるし、見ていらっしゃる。鍛錬を続ければ答えてくださるでしょう。そうだな、励むとしよう。御仏よ、志村様と酒井様をお守りください。酒井様、乗りよう。頭の裏に入ったらしいな。外売りの姿に変化した。太刀のお手入れをいたしませんか。そう、それなのに志村様と酒井様。酒井様、乗りよう。矢筒を新しくいたしませんか。お譲りできるのはこれだけです。これほどの品はありません。あなたのご武運を願ってますよ。残りは足立様の嫁子だけ。酒井様、乗りよう。皆方針を案じていますが、たまには気を休めないと。ああ、楽しんでおるようだな。昔の私のようです。菰田の戦の後、俺も変わってしまった。地獄でしたか。菰田か。ああ、皆討ち死に、浜は血を吸って真っ赤に染まり、まるで泥の沼。この世の景色ではない。
我らは南へ向かい、日が暮れてひどい嵐で立ち往生に。ある村で休んでいましたが、悲鳴で起きると母屋が燃えていた。猛虎の仕業でした。縛られて枯れたへ運ばれ、その後は討ち死にの方がマジだ。方針の所在が分かりました。すぐに立つか。はい。行き先は？海岸の野営地。北へ向かう猛虎の船はそこで捕虜を乗せるのです。沖に出られたらしまいだな。酒井様、この戦を終えたらどうなさいます？いつか故郷の近江に戻り再興するつもりだ。私にもそんな気力があれば。これまでの人生、道は明らかでした。悟りの境地を目指し、仏に仕える。それでよかったのです。なら続ければいいだろう。入門したのは兄がいたからです。これからもずっと兄と共に修行していくものだと思っていました。こんなことになるとは。全てを奪われたわけではない。いつか猛虎は消えるが、お主の人生は続く。もう私の人生ではありません。死んでいった兄や仲間の供養をせねば。酒井様も菰田で死んだ者の命を背負っているのでは。そうだな。死んだ者の分まで生きねば。ですがたやすくはありません。そうかもしれん。猛虎襲来前の人生が遠い昔のように思えます。人ごとのように。20年も経てば今日のこともそう思える。酒井様、方針は暴力を嫌うとお伝えしましたよね。僧兵を非難しておるそうだな。奴は武具すら嫌います。太刀もなぎなたも。助け出したら何を好むのか教えてもらおう。野営です。こちらへ来てください。血を抜け。誰か囚われておるな。きっと方針です。俺ならば
兵に見つからずたどり着ける。猛虎ののろし術。のろしを上げて注意を引きましょう。その隙に救い出す。方針を助けたらあそこで会おう。私が遅れても気にせずに必ず方針を村まで届けてください。生きて明石までお会いしましょう。のろしが上がったら方針を救う。御仏のご加護がありますように。내게못써잠깐만집중해이거이게나요오고로주의가소리를소杉寺に連れて行ってくれます。あそこの人々を急ぎ治療しなくては。無駄口は聞かぬ。いけません、私は残らねば。酒井様、方針。ノリオ、なぜここにおる。近くの猛虎がのろしに気づいた。向かってきます。そうか、方針下がれ。我らが守る。ノリオ、頼むぞ。他の層は一緒なのか。みんな死んだ、私だけだ。すまない、助けになればと思ったのだが、猛虎は私を探していた。皆を救うため従ったのだ。どうして所在を知られた。それは私にもわからぬ。だが杉寺に戻るよう脅された。治療のため。敵の傷を癒すつもりなのか。苦しみに敵味方があるのでしょうか。敵によるな。もしかして杉寺は落ちたのか。どうだろうか。ノリオ、遠兵が来る前に方針と村に戻れ。猛虎が来たら俺も一緒に手立てを練ろう。
酒井様、さあこちらへ。御作の伝承を語りましょう。御作？聞かせてくれ。喜んで。二桃とせと磯島前、墓島の族徒党を組みて対馬に害をなせり、その自分対馬の御作なる百姓もののふの亡霊の呼びたるを聞いていずれば、カバネの見事なる甲冑を作るを見入れ、麗しきに惹かれて鎧をかすめぬ。いやいやあって賊は御作の村に至れり、戦わずばある限りを奪い取られんと悟りて、御作は鎧を身につく。賊の打ちかかりてきたるに、御作恐れて手が震え、足なんと言うとき、賊の剣を鎧が弾き、御作はたじろぐこともなし。惑いたる賊は後ずさり、夜めきなどすれば、御作は不可思議にも意図静かなる心地して、御作の言うを哀れみし、もののふの亡霊の月仕事、刃を振れば手早なり、あらゆる族を切り捨てる。その後は族を見る者なし。後の年、御作死して裏の家々鎧をば秘蔵して錠をかけ、それぞれが鍵一つを持ちて守る。今再び対馬に害をなす者あり、百姓の曰く、御作の霊丘の神にて立ってあり、新たなる勇者のまた田畑を守らんとするを弔うと。鎧は隠されたままか。ですが猛虎が動いております。里を襲っては鍵を求めているとか。どの集落に鍵があるのだ。葵、飯島、久田、小清水、小浜、八幡です。鍵さえあれば赤島の丘の上で鎧を得られるといいます。猛虎に渡すわけにはいかぬな。その通りでございます。
し我らは規律を守ることで民の模範にならねばならぬ。武士の模範にもなる。猛虎が去った後、この毒は無用。すべて捨てる。助けてくれ。逃がしてやる。まだ生きてる。ありがとうございます。安全なところへ。抜かるでないぞ。足立家を襲った狼藉者がいるらしい。
急ぎください。待たせてしまったな。ああ、助かった。ありがとうございます。行け、達者でな。今のを見つけると言ったのに。鍵は持ち去られてしまったか。鍵なんて欲しけりゃくれてやる。御作の鎧なんて昔話ですからね。鎧は作り話だと。もちろん。鍵は差し上げますので確かめてみられては。諦めるにはまだ早いぞ。Thank you.
志村様の後ろが落ちたか聞いた。ひどい話さ。立ちさえ使わずに捕虜を縛り上げ。このご恩は忘れません。もう安全だ。来てくださったんですね。道中気をつけ。
殺されるかと思いましたよ。奴ら、御作様の鎧を探しとりました。鍵をお譲りしましょう。あなたにこそふさわしい。御作の鎧、必ずや守ってみせよう。侍がいないから好き放題だ。지금 하루 어쩌지 불러 지금 하루 행인구 하루 행동해 お願いします。助けてください。おい、うどん食っちゃう。どうしよう。たま、かくばつな。
Kim! 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 ございます。 行け、達者でな。ありがとう。もう安全だ。もうあばらが痛む。やっと咳が止まったという。내기좀하신다내기좀하신다の恩人です。この鍵をお持ちください。役に立ちましょう。御作の鎧を見たことは？まさか。滅相もありません。鍵を守るのが務めでしたので。クロードはアザモウラを救った。あの壁を越えられる人